災害時に備え、建設機材や重機などの訓練をする拠点の整備を進めようと、日本財団が大町町や県と協定を結びました。日本財団は災害対策事業の一環として、2度の水害にあった大町町と去年協定を結び、小型重機などの講習会を開いています。今回、県内での連携を強化し、支援体制を整えようと、県を加えて3社協定を結びました。協定では、日本財団が大町町にある災害支援施設の敷地内に、小型重機やチェーンソーといった資機材を置く施設を設け、県や町と協力し、講習会などを通して災害支援に携わる人を増やすとしています。大町町の災害だけを考えるのではなく、その周辺の地域で災害が起きたときに、応援に駆けつける体制をですね、充実させたいと。日本財団が整備する災害対策拠点は、大町町が全国で初めてで、今年秋に完成を目指すということです。